山形再生病院は山形県山形市にある医療機関社会福祉法人恩師財団再生会山形県支部が運営する病院である新生児集中治療室を発を持ち総合集散規模子医療センターのない山形県における三次医療圏において山形大学医学部附属病院山形県立中央病院とともに 高度周産期医療に対応している。また、山形県の災害拠点病院に指定されている。創立記念日は10月15日。再生回創立30周年記念事業の一環として、1944年5月19日、山形市旗子町の山形新聞社本社の向かいに、山形3人として会員。診療科目は、参加で、17章でスタートした。 1957年6月、小児科を併設。さらに、同年10月、40床に増床し病院名を山形再生病院に改めた。その後、地域住民の要望に応えるため内科を併設し、病床も増やしたが、資金繰りが悪化。そのため資金の融通策として、約束手形を乱発するが、悪用され、約束手形偽造事件が発覚。 それによって、銀行取引停止の初段が下された。この事態から、院長、事務長は更迭。医師を派遣していた東北大学医学部内科医局は、医師の引き上げたため、内科は、閉鎖に追い込まれた。1967年9月、山形市小白川町に新病院を建設。それを機に、県下において、初となる。 低所得者のための児童福祉法に規定する第一種助産認定を受けた。しかし、その自分から徐々に東北大学部産婦人会局との関係も希薄となったほか、大学紛争の余波から医師の確保も困難となった。そして、常勤産婦人会士の退職により、病院存亡の危機を迎えたが、再生会本部及び新潟県再生病院の協力によって、 新潟大学医学部との関連が生まれ、医師の派遣が実施されることになった。加えて、新たに設置された山形大学医学部さん、不人会局からも協力を得られることとなった。そうした最中、山大学部整形外科医局から、山形再生病院の病室の一部を、整形外科の病室として開放してほしいとの要請があり、1977年2月から、 同医学部の循環連病院としての協力を始めた。1995年10月には、山形市北部で、土地区画整理事業が進展中であった真ミヶ崎地区に、近接する同市沖町に6000坪の土地を求め、地上7階建ての新病院を建設。14診療科で診察を開始した。また、2017年12月に、 回復キリハビリ病棟や地域包括ケア病棟が入る病院南館の整備事業が完了し、2018年度から新医療業務を開始した。ありがとうございます。